はいどうも、生物観察の鬼でーす。これはオオスズメバチの巣番ですね。先日オオスズメバチの巣の駆除をしてきたんですよ。それで駆除した巣番を持ち帰ってきたんですけれども、この白いのわかりますかね。白いのはこれ繭なんですね。幼虫が成長しきると繭を吐いてイクボの口を塞いじゃって中でサナギになるんですね。ですからこの中にはサナギになる前の幼虫かサナギか、あるいは羽化した成虫か、どれかが入っていることになります。ちなみに幼虫は食料にするために全て抜き取ってあります。何割かは多分羽化した蜂が入ってると思うんですよ。オオスズメバチがね、今からこの繭を剥いで羽化しているとおぼしきオオスズメバチを取り出していきます。ちょっとなんか色変わってね、薄くなってるやつとかね、こういうのが怪しいんですよ。あとこのちょっと破れかかってるやつとかね、蜂の頭の色が透けてるやつとかね、結構怪しいね。この辺怪しいね。この辺色がついてるんでだいぶ怪しい感じですね。あ、でもちょっと早いか。おりあ、これ元気。この子元気、こっちの子。こっちの子はね、まだ羽化してないですね。もうすぐでしょう。こっちの子はもう羽化して、これ、食い破ってくる直前でしたね。羽化した蜂は、この繭を食い破って出てくるんですよね。出ておいで。俺が今出してやるからな。頑張れ。これ噛むかな？噛む？もう年、危ない。よし、このままもう噛まれた状態で引きずり出しましょう。うわ、出てきた！危ない。もうすでにこれね、毒針持ってますからね。うわぁ。生まれてきたね。よかったね、ハチさん。生まれてきてくれてありがとう。見てください。まだ下羽がこうピンと収納されてませんね。ハチは羽が4枚ありまして、前羽がこの長いやつですね。で、短いやつが後ろ羽です。ハチがちゃんと羽が4枚あることが、これを見るとよくわかりますね。これ羽がしっかり座っちゃうとね、後ろ羽が前羽の下の縁に引っかかっちゃってね、ほぼ連動して動くようになっちゃうんでね、羽が4枚っていうか、なかなかね、わかりづらくなるんですけど、今はね、よくわかりますね。蜂の羽の枚数は4枚ですからね、覚えておいてくださいね。さらに誕生させていきましょう。これとかどうかな。ほら、どうだ。あー、ちょっと早いね。これもまだ早かったね。もうすぐ組ですね。これ怪しい。おわ、動いとんの見えるもん。うわ、あー、やっぱ蜂になっとった。ほら、うわ。ほら、もう動いてはるわ。動いとる。ほら、あー、元気でちゅね。よし。ほら、亀。指を噛め。よし、痛い。これ元気。めっちゃ噛む。力が強かった。引きずり出すの簡単やね。指噛ませて、ちょっとさ、クッてあげたらさ、こう頭がこう押し上げられて、それでスポッて簡単に抜けんねんな。成虫になったオオスズメバチを巣穴から引き出すコツ、私掴みました。覚えといてください、皆さんも。噛ませて、クッと押し上げるんですよ、指で。噛ませて押し上げる。どうやってね、出そうな眉を見分けてるかっていうと、古い眉を探してるんですよ。蜂ってね、巣の真ん中から卵を産んでくんで、基本的に真ん中に近い子の方が、年いってるんですよ。年齢が上なんですね。でも、この巣番の場合はね、一回この中心から蜂ができた後に、もう一回卵を産んでるんですね。それでもう一回な、二巡目を育ててますので、ですから、羽化してくるような古い集団っていうのは、このラインと、このラインですね。このラインとこのライン。なるべくね、この中心に近い側の色ついてるやつ。それがね、怪しいんですよ。ちゃんと目星つけてやってますから、当てずっぽうでやってるわけじゃないですよ、私も。で、これも怪しいねんな、ちょっと。とりあえず色はついてるのはわかります。うわ、あー、浮かしとった、やっぱり。ほら、浮かしとった。で、出すコツね。噛ませると、あ、この子噛まん。噛まんから、噛んでくれんね。噛んでくれんからもう小指で、クッてやる。食ってやったらこうやって出てくるんですね。はい、もうしっかり羽も伸びきってますね、この子は。これ大きいね、やっぱり。秋に出てくる蜂は大きいですね。栄養たっぷり詰まってますからね。夏はたくさん虫が出ますから、餌がいっぱいあるんですよね。そのたくさんの餌をね、いっぱい食べさせられて、こんな大きい蜂さんになって出てくるんですね。ね、あ、これ。これ怪しい。これちょっと透けと蜂になってると思いますよ。あ、動いとる。動いた。見えた、今。これビンゴですわ。よし。出してあげるよ。待ってね。あ、噛んだ。よし。よっしゃ。出た。でかい。ちなみにこれね、もう毒針ありますからね、ちゃんと。毒持ってますからね。これ刺されたらやばいんですよ。まだ多分針硬くなってないと思うんですけど、万一ということがありますから、羽化したやつも触らない方がいいんですね。これも怪しいんだよなぁ。動いとる。ほら。この状態になったらもう簡単やろ。よし、噛んだ。痛い。よし。おめでとう。生まれてきてくれてありがとう。俺も怪しいな、ここも。どうかな？あー、やっぱ羽化しとる。このラインがね、結構羽化始まってますね。出ておいでー。ほら。よっしゃ。で、まだ羽が完全に透き通ってませんね。これ、羽が伸びて、まだ間もない個体ですね。わ、綺麗ですね、この羽。こっちは古い巣板もね、いくつか出てきそうなのがあります。もうこれとか破れかけてますからね。よし、出したる。待って、落ち着いて。いやちゅち、あら、かわいいちゅね。
っておいで。よしよし、ちょっとこの子はちっちゃめですね。あーやっぱ動いとるね、これも。ほら、おーしよしよしよし、出てきた出てきた。あーし、おめでとうおめでとう、割れてきてくれてありがとう。そしてさようなら。ここも、これも怪しい。あー動いとるね。外の世界は素晴らしいぞ。まあもう巣も転んでるんですけどね。出られる、よっしゃ出てきた出てきた。よし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 、おめでとうおめでとうおめでとう。ペンが破れかけてきとるか、これ怪しいんじゃね。ざっとこれだけの成虫を取り出すことができました。もしかしたらもうちょっといるかもしれませんけれども、まあ、パッと見ね、外からわかるのはこれぐらいですね。スズメバチの巣を駆除するとなんか色が薄いのがいるんですよね。たまに巣に色が薄い蜂がついてるんですけども、色が薄い蜂は羽化したてなんですね。この子たちもなんかちょっと色が薄いですよね。成熟した蜂ってもっと鮮やかなオレンジと濃い黒なんですよ。ちょっと色が薄いんですね。この色が薄い子たちはまだ体がしっかり固まりきってない子たちですね。蜂の巣を駆除するとこういう色の薄いまだ体が固まりきってない子が結構いたりします。体が固まりきっていないといってもやっぱ毒針は持ってますからね。これも刺されたら病院行きですよ。危ない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 。まだ針は固まってないかもしれませんけど、万一針がぶっ刺さったらやばいですからね。針出るかどうかちょっとこの子で試してみようか。針出すかな。わだだだだだ、やめようやめよう。これ万一ね、刺されたらまた病院気になっちゃいますから、まあまた入院になっちゃいますから。もう入院嫌ですからね。病院退屈ですることないんですから。待って待って、お戻りお戻り、どこへ行こうというのかね、どこへ行こうというのかね。ダメだやめだ。あ、こいつはもう針出しそう。あ、ほらちょっと針出した、わかる、ほら針出した、ほらわかります、針出してるでしょ。ほら針がちょっとお尻から出てましたよね。この子もほらめっちゃ今針出たね、ギューンって。やべ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 、危ねえ危ねえ。これぐらいにしときましょうか。本当に刺されたらね、マジでまた病院送りになっちゃうんで。命の危険がありますからね、特にオオスズメバチなんてはね、危ないですから。あまり触らないことにしておきましょう。なんでね、この子たちをわざわざ巣から引っ張り出したかというと、蜂が欲しいんですね。飼うためにね、生きてる蜂が欲しいんですよ。実はね、巣板を一個だけ生かしておこうと思ってるんですね。その巣板のお世話をする働き蜂が欲しいんですね。元いた働き蜂はね、もうみんな、緊張るでお亡くなりになってしまったのでね、新たに羽化してきたこの子たちね。この子たちは繭の中にいて緊張るかかってないのでね、この通り元気ですし、死ぬこともないでしょうから、この子たちに残った巣板のお世話をさせたいんですよ。それでわざわざ繭の中から引っ張り出したというわけですな。もう早く生まれてきて欲しかったんですよ。もう本当に生まれてきてくれてありがとう。可愛いでしょ？蜂さんたちもこうやって見たら可愛いよね。オオスズメバチってね、もう凶暴で危ないんですけども、危険で力強い凶暴なオオスズメバチもね、生まれたて、羽化したてはね、こんなにか弱い存在なんですね。柔らかくて。か弱い姿を見るとさ、なんかちょっと母性くすぐられるよね。なんか、スズメバチってね、地味に母性くすぐってくるんですよね。蜂の巣取ったことある人だったらね、共感してくれると思うんですけど、幼虫とか生まれたての蜂さんとか見てるとね、どうもね、母性がくすぐられるんですよね。可愛いですよね。まあ、こうやって見てたら可愛いんですけど、まあ、実際刺されたらね、だいぶやばいことになりますので、皆さんはオオスズメバチには手を出さないようにしてください。オオスズメバチだけじゃなくて、他のスズメバチにもね、死ななくてもね、痛いですからね、刺されたら。それだけは間違いないので、皆さん本当に気をつけてください。今の時期ね、本当スズメバチが多くてやばいですから、9月、10月が一番やばいんですよ、オオスズメバチは。9月、10月が一番オオスズメバチの数が多くなる時期でね、一番危険ですからね、本当にくれぐれも気をつけてください。それではこの子たちは私のペットになってもらいます。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。